こんにちは。こんにちは。はい、今日は軽井沢に、はい、私たち引っ越してきてから6ヶ月ちょっと経ったんだよね。うん、そうだね。そうで、まあ、家の中も新しく新築した家を、うん、6ヶ月住んだんだけどさ、はい、だいぶいろいろなところが汚れてきまして。そうだね。うん、6ヶ月も住んでればさ、家電とかもだいぶこう使い古してきたりとか、うん、使い古してるんだね、うん、まあ半年経ったので、そうだ、ね、ちょっとお掃除を、はい、メンテナンスするタイミングかなって。そうだね、うん、していきたいな、まあ、ちょっと12月も入ったし年末だし、そうだ、まあ、大掃除ってことではないかな。はい、ということで、はい、ちょっとお掃除を意識的にやっていきたいと思います。はい、一番最初は、うん、使い始めたルンバ。ルンバ、はい、うん、まあ、半年使って床が水拭きできるルンバなんだけど、うんうん、すっごいありがたくて、ああそう、ね、まあ、毎日のように拭き掃除してくれるから、ね、そう、拭き掃除しているので、うん、すごく気持ちがいいし、うん、めちゃめちゃ楽なんですけど、なんかなんだメンテナンスが必要ですっていう風に表示が出ちゃうんだよね、定期的に、うん、でちょこちょこってお掃除してやってもまたすぐ出ちゃうので、うん、はい、今日はちょっと徹底的に洗ってみようかなって思います。はい、はい、ダミちゃんも一緒にお願いします。はい、はい、ルンバが、うん、いつもここにあるんでね、この引き出しの中にね、はい、そうで、ちょっと出しちゃうね。はい、ちょっとダミちゃんごめんなさいね。このルンバのメンテナンスが必要なんだよね。タイムで見えない。そう、これがさ本当に大活躍なんだけど、ちょっと裏返してだいぶ汚れています。もう半年前使ったらそれ汚れるよね。いいですか、まずこれをね今取って、よいしょ、うわ、タンク、タンク、あ、こんな汚れてたんだね。これは使えないわ。すごい詰まってる。失礼しました。すごい詰まってる。これをまず掃除しなきゃいけないんだけど、この白いやつ。そう、この白いの今取って、はいはい、埃を掃除機で吸います。すごく汚れちゃったら新しいものに取り替えるんですけど、あとそれ以外のこちらの水がタンク、水が入るタンクなんだけど。これ全部水洗いできるそうなので、あ、そのままジャブジャブ洗える。そう、ジャブジャブ洗って、うん、きちんと乾燥してっていう。これやっぱ精密機械だからさ、うん、段差の確認とかしてるから、このカメラがなく1,2,3,4,5,6 箇所かな、うんうん、ここにホコリが溜まっちゃうとダメらしいので、乾いた布で拭き取る。やらなくちゃいけないのはここにローラーがあるんだけど、うん、これはね定期的にやってるんだけど、どれだっけな、あ、ローラーが外せるんだ。そう、外せるの。除菌のシートとかで拭くといいみたいなんだけど、こういうところにホコリ気がたまるの、あ、絡まるよね。これを取る。綺麗になっていくのは気持ちいいもんですね。お掃除は気持ちがいいもんですね、うん、マイナスドライバーで、このブラシ、くるくる回転するブラシ取ります。抜けた、うん、はい、こうやって拭きます。拭きます。そうか、ネジが取れないようになってるわけね。そうだね。はい、できました。はい、止まりました。止まりました。これを引っ張り、だ、取れた。おお、抜けた。これ抜けました、ね、抜けました。車輪を元に戻して掃除が終わり。ちょっと待って、そこに映っちゃうさ、 あなたの後頭部が映るでしょ。待ちこい、もうちょこい、はい、で
では突然現れたこのロールを除菌シートで拭いてセットをしますし、してさっきのこちらはタンクは水洗いをしていきたいと思います。はい、はい、出てきます。はい、はい、では1日経ちましたので、はい、拭いたものを戻したいと思います。では次は、はい、薪ストーブ、薪ストーブのガラス面磨いたりしてるとやっぱ結構汚れるよね。多分これ1週間ぐらいかなそうなんだまあこれ定期的にきれいに磨きましょうってことで、まずそこからやってみようかですね。たこやくさんにお願いします。はい、薪ストーブ買った時に、うん、あのセットでいただいた、ほうほうほう、あ、ついてたあれか、うん、ドライワイパー、こういうスポンジで、うん、ここが金たわしっていうのかな、たわしなんだ、うん、これでこうすすをかき落とすっていう作業になります。でちなみにちょっと今高橋さんパンツ映していいですか、すごい汚れてますね汚れてますね、はい、これは何、薪ストーブ使いよ、うん、そうそうそう、薪をくべるときにどうしてもね扉を開けて薪を入れたり、中の薪の状態を少し動かしたりすると、はい、これ下にかき落とすので、すすが下に落ちていくので、うん、それは、うん、それは後で、うん、ルンバちゃん、ルンバちゃんに掃除してもらうかな。はい、はい、終わりました。見て見て、すごい意外とさ綺麗にしてくれるもんだよね。ねえ、ちょっとアップにしてみるね。ちゃんと拭き掃除してくれて、床全部ピカピカです。これさ、フローリングの部分とさ、向こうはタイルじゃない、うん、タイルまで水拭きするっていうなかなか自分たちじゃしないと思うけど、水拭きしてもらってるからタイルも綺麗だね。綺麗だね、うん、はい、という状態になりました。次は、うん、何する？換気扇。換気扇、うん、レンジフードじゃない24時間換気のそうだね、パネルが、パネル、うん、2つなんかついちゃってるのが2箇所あります、ね、フィルター清掃が両方ついてるね。じゃあまず最初に電源を切らないと掃除ができないので。あ、そうなんだ、うん、運転、ここですね、これを長押しをすると、これもう24時間換気だから、うん、ずっとここに引っ越してきたからずっと回しっぱなし。あ、そうだよね。まずね、扉をこれ磁石でくっついているので、それだけ、うん、でここにあるのが、室内側のフィルター、これは、はい、これも簡単に外れるだけなんだ、はい、まず掃除機でやろうと思います、はい、で蜘蛛の巣が張ってるね、うん、あとちっちゃい虫の死骸とかね、溜まってますね。このファンの電源がここにあるので、これをまず抜いて、このストッパーをしながら、うん、回った、左に回ったので
手前。おお抜けた。こういう感じで。へえ、はい。で中にもこれ、なんだこれハニカム構造の、うん、これもフィルターらしいんですけど。元に戻しますね。はい、フィルターね、このスポンジ部分を外に、そしてこのファンね、ファンはこれが入ってる方が外側、アップって書いてあるのでこのアップを上にセットして右にこのケーブルを差し込んで、ファンは完了。室内側のフィルターをこれで完了、はい、蓋をね、これは磁石で止まってるだけなので、おー、はい、戻った。これで完了です。はい、お疲れ様でした。ではトイレ掃除をしていきたいと思います。はい、はい、トイレは一応毎日ね、うん、やってますので、うん、まあ、ルーティーンで同じことやるだけなんだけど、ここはもう掃除の時間っていうよりも、うん、トイレに入った時気になったら、うん、拭くっていう感じで、よいしょ、よいしょ。ここに棚があるから、はい、そうだね、この中にトイレクリックルもかなり使い古した、もう取れちゃって壊れちゃってまあ10枚入りなんだけど半分だけ使ってるの。これを毎晩やっています。そう、毎晩お風呂入る前にやってからお風呂に入るっていうのがなんかルーティンになってるんだよね、うん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 、なんか必ず毎日やってみようって決めてったら、うん、今ちょうど320日ぐらいっていう感じで終わり。次はこのノンアルコール、ウェットティッシュだね。ノンアルのウェットティッシュ、ノンアルのウェットティッシュを1枚だけ出します。でまずこの棚の上を拭きます。これを1日の終わりに、終わりの時間にやるとなんか気持ちがすっきりする。毎晩やっています。うん、まあ、こんな感じで小さいホコリが必ず毎日出るので、うん、拭いて、これはゴミ箱捨てる、うん、トイレ流せるから、流せるね、それね、うん、っていうだけですですけれども、一応これ毎日やってます。はい、はい、以上です。以上です。